到着です。自動検温器どこだ。すごい大きいのがある。515号室。はい、お伝えできないのが残念ですが、うん、昭和な香りがプンプンしてますじゃあ行きましょう。はい、はい、行きます。開けるよ。はい、お願いします。じゃん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 。お、広いですよ。すごい広いな。めっちゃ広くない？なんかこれはお布団引きに来てくれるパターンですかね。広いですね。めっちゃ広いですね。なぜあそこ畳のへりがブルーなんだろう。本当だね。入れ替えましたね、畳。本当？うん。すごい広いです。お願いします。開けますよ。はい。じゃん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 。お！駐車場ビュー。マジですか？うん。本当だ。駐車場ビューです。駐車場ビューです。テレビは小さめのやつがあります。テレビです。イエーイ。その下に金庫です。このパナソニックの謎の機械があるんですけど、これは何ですか？パナソニックの謎の機械、うん、本当だ。これ何でしょうか？デジタルケーブルテレビって書いてある。ああ、テレビ。この辺山の中やからな、うん。ケーブルテレビが引いてあるのかもしれない。なるほど。テーブルの上にはリモコンがあります。なんか一つずつさ、なんかわざわざこうビニールで、ね、うん。こんなんしてある。してありますね。すごい。なあ。出た。ゆべし。くるみゆべしです。これは加湿器ですかね。加湿器っぽいのがあります。本当？かわいいな、うん、ここ15畳もあるよ。マジか、広いと思った、うん、15畳。じゃーん、お茶です。お茶セットです。爪楊枝もある。これちょっと良くないな。良くない、うん、今時、うん、パーではありませんパックパック、はい、はい。でポットのポットがあって、うん、じゃーん、ナッシン。入り口入ったところの横に、うん、キッチン、ミニキッチンがあります。冷蔵庫もなかなかの年季が入っております。冷蔵庫？はい。見て。うん。ナショナル。ナショナルです。ナショナルです。はい。じゃーん。じゃ、おお。久しぶりに見たこの瓶ビール。重量感知式の冷蔵庫です。ねえ。ちょっとこう持ち上げるとフロントで課金されます。うんうん、なるほど、そうなんや。はい、へえ。昭和ですね、システムが。平成です。いくよ。ここは何でしょうか。はい。ここは洗面。洗面ですね。うん、ちょっと入ってみます。昭和です昭和ですね。これ備え付けのドライヤーです、うん、
そしてアメニティはこれだけですシンプルやな、アメニティが。シンプルやな。なあ、うん、そして手洗って拭くやつとコップとこれが顔と手のクリアフォームです、はい、こんな感じです、はい、シンプル。お風呂は、あ、お家のお風呂みたいな感じの ちっちゃいな、ね、でも温泉ですから、うん、使いませんから。そうですね。こんな感じでーす。じゃーん。トイレです。トイレです。開くやつですか？普通のやつです。開かないですか？だってナショナルって書いてる。絶対開かない。ナショナルなの？うん。マジで？マジで、マジでナショナルって書いてある。わ、マジだ。な？じゃーん。そっか、浴衣とかまだ見てなかった。ほら。本当だ。すごい。見てこれ。引き出し式になってる。台が2つ、はい。どういうことよ。M が2つ。よろしい。S が2つ。なるほど。すごく無駄。これは無駄な感じだと思いますよ。あ、ここさ、15畳のお部屋だから、うん、あの、2人で泊まる人はあんまり少ないのかもしれない。そうだね。うん、でこれが浴衣じゃなくて上に羽織るやつか。上に羽織るやつと、うん、1、2、3、4つだから。すごいな。だからあの4ぐらい泊まるんじゃないここ。ね。うん、でバスタオルと普通のタオルと。本当だ。うん、タビはナッシング。タビはナッシングの床ごとかもナッシング。ナッシング。ナッシー。全部天然水って書いてあるよ。本当だ。お部屋の蛇口から出る水も全部天然水って書いてあるよ。本当だ。美味しいですか？めっちゃうまい。そうだ。晩御飯行きます。今から晩御飯です。めっちゃお腹すきました。お腹すいた。うん、八ヶ岳ようやく、うん、カリンショーで。カリンショー。お腹すいた。お腹すいた。すごいお腹すいた。ご飯さっきもらえるよ。なんか恥ずかしいわ。なんで？もうご飯ちょうだい。お鍋でした。何だったっけ？信州地鶏鍋。信州地鶏鍋でした。リンゴの天ぷらだそうです、うん、信州リンゴ初めて食べるな。これだよ、うん、これです。リンゴの天ぷらです。食べてみて。おリンゴだ。甘いの、うん、うん、
菓子みたいな感じ、シャクシャクしてる、美味しいよ、食べてみようっと。なんかちょっと酸味があって、りんごの天ぷらです。塩つけた、うん、つけた。美味しいでしょ。でも天ぷらってできねえな。できたら布団が敷いてありました。そしてなんかさ、ここに机の上にはなんだこれは、八ヶ岳からの冷たい湧き水をご用意させていただきましたって、うん、ありがたい、ありがたいね。これな、お酒飲むとな、喉乾くからな、うん、これは非常にありがたい。なるほど。でも今日僕飲んでないから、うん、でもありがたい。お風呂入ったら喉乾くしね。そう。朝食前にお散歩に行きます。氷瀑群。あ、冬になったらそんなんなんだよ。すごいな。人工な、人工じゃないの、うん、人工じゃないってすごいな、うん、すごいね。へえ、氷の芸術品だって。行ってみよう。はい、あっちだ、うん、あそこだ、うん、乙女滝って行くの、うん、なんか78段とか書いてたよ。これですね、階段、うん、行きますよ。また階段かよ。これ帰りがしんどいね、はあ、なんかすごい水の音がするんですけど。しますね。ああ、すげえ。何見えた？見えてる。うわ、ほんまや、すごい。全然乙女じゃないじゃん。なあ、うん、乙女っていうからなんかもっと優しい感じなんかと思った、うん、すごい水が、水しぶきがすごいよ。わー、すごい。すごい、すごいです、すごいです。乙女滝すごい。なんか登っていく道があります。
ーすごーい。落差15メートル以上に感じるな。うん、これ氷瀑したら綺麗やろな。なあ、なあ。よかった、朝一誰もいなくて。このお宿に泊まるとな、うん、なんかトレッキングもできるね。軽いトレッキングな。いやいや、往復2時間ぐらいかかるから結構ハードですよ。全部行けばな。お、これじゃない。ここにもなんかあるぞ。なんとか井戸って書いてる。カジカ。カジカ？あ、なんかな、あのホテルの紹介の紙にな、冬になったらな、アルパカがいますって書いてあった。本当だ。アルパカ広場って書いてあるよ。なんか冬になったらいるんだって。これは何滝ですか？霜降り。霜降りの滝。霜降りです。わあ、通行できませんになってる。落ちそう。落ちそう。こんなんです。ちょっと乙女の滝見てから見ると、ちょっとしょぼいな。そうだね、霧降り。霧降り、霧降りだ。霜ではありません。パーソンまでですよ。お次はパワーストーンです、これじゃないですか、パワーストーンは。だって霧降りの滝からな、1分って書いてあるもん。じゃあこれだ。これだな。これだ。まだまだこの奥があるんやけど、ちょっともう今日はねやめときます。じゃあ帰りましょう。はい。なんかほらいい感じやで。いい感じやな、帰ろう。今回泊まってたホテルな、なんか昭和な感じでさ、好き嫌いあるかもしれないけど、周りはいいよね。いいね、いいとこだ。トレッキングっていうか、ちょっとお散歩コースでさ、なんかでっかい滝もあるしさ、いいとこやで。ねえ、今から貸切風呂に行きます。ここですよ。ここです。行きますよ。はい、じゃーん。よいしょ。雪明かりと雪明かりっていうのがある、こっちだよ、苦手な風や。こうか、来ました。来ました。じゃーん。有馬温泉の金泉みたいやで。すごい色してる。なんか一番濁ってるな。よいしょ。もともとはね、無色透明なんだって。そうな、で空気に触れて酸化して、こう赤っぽく濁るんだって。へえ。入りますよ。入る、腹も減ってきたぜ。
かな。霧ヶ峰の方行く？なんていうカフェだったかな、忘れてもうかな。ラッキー色ですか。本当だ、ラッキー色。シャワーがあります。あのね、はい、ここの温泉は、うん、温泉っていうか光泉なんやけど、うん、光泉ってわかる？わかんない。あのね、まあざっくりやで、うん、もうほんまざっくり言うと、うん、あったかいのが温泉、うん、冷たいのが光泉、うん、これもうめっちゃざっくりやけどな、うん、だからここの源泉温度っていうのがさ、うん、19度なんだって。だからそれを加温して、うん、あと循環ろ過してる。循環ろ過してるの、うん、ちょっとその辺残念ポイントやけど、うん、まあまあよくあることですよ、うん、こんな感じ。でもこの色はすごいよね。鉄分すごいんだろうな。なあ、いいお湯ですよ、うん。してきました。今から帰ります。朝は寒いですね。寒いですね、今日。うん、やっぱ標高高いから寒いねやわ。失敗やこの格好。寒すぎる。みんななんかジャンパー。そうそう。青池発見。じゃーん。めっちゃいい景色。おい、涙出るな。これを絶景テラスでいただきます。